ジョルジュプティはフランスの美術賞、印象派の画家たちの活躍に貢献した。父フランソワプティは1846年、パリのサンジョルジュ通りで美術賞を開業した。ジョルジュプティは1877年、父から会社と不動産300万フランの財産を相続した。製図通りに居宅を構え、年間の支出は40万フランにも及んだという。 1878年という比較的早い時期に、ジャン・ビクトル・ルイ・ホールや、クロード・モネのパトロンであったエルネスト・オシュデのコレクションの、売り立てに関わったことを機に、印象派の作品を購入するようになった。同時に、よりアカデミックで、伝統的な絵画も取り扱っており、ポール・デュランイコール・リュエルや、グーピル紹介の後継者であるブッソ、バラドン紹介と激しく競争した。 1881年、五道ド,ドモロア通りに画廊を構え、画家たちにとっては、サロン・ドパリ以外に絵を展示、販売する場所を提供することとなった。1882年、セーズ通りに豪華な画廊を構えるとともに、イタリア人画家ジュゼッペ・デ・ニッティスの協力のもと、フランス人画家及び外国人画家による国際美術展を開催した。開会式には、大統領、ジュール・グレビを招いた。 ジェームズ・マクニール・ホイッスラー、デニッティスなどが第1回展に出展した。1897年の第15回国際美術展のポスター。ジョルジュプティは1885年の第4回国際美術展にクロード・モネを招待した。モネはそれまでデュランイコール・リュエルと取引していたが、デュランイコール・リュエルとの独占契約を望んでいなかった。国際美術展には ジャンベロー、アルベール・ベナール、アンリ・ジェルベクスなど、サロン・ド・パリ系の画家も出展していたため、モネにとっては彼らと競う,会う機会になった。一方、エドガード画は、プティの商業主義を批判し、モネが国際美術展に出品したことを非難した。国際絵画展には、クロード・モネ、カミー・ユ・ピサロ、ピエール・オー・ニュストル・ノワール、アルフレッド・シスレーといった印象派の画家たちが参加した。 失礼は、1880年代と1890年に大規模な回顧展をジョルジュプティ・ガローで開いている。1889年には、モネとオーギュストロダントの二人展を開催した。1898年には、モネの連作、セーヌ川の朝を展示した個展を開催した。1920年、ジョルジュプティが亡くなると、ガローは売却され、1933年に、 閉店されるまで営業を続けた。ありがとうございます。